日本九州地方福岡県福岡市中央区、役員役員大通りバス停から、六本松方面を撮影役員は、福岡県福岡市中央区の地名。一丁目から四丁目までと、役員に福町、大麻役員がある。郵便番号は、役員に一丁目から四丁目が810の0022、役員に福町が810の0025。00 天神の約1キロメートル南西に位置しており、福岡市の都心を形成する地域である。幹線道路を挟んで北東が1丁目、北西が2丁目、南東が3丁目、南西が4丁目である。南西端には役員衣服町がある。大技役員は一部の公有地に残るのみであり、一般的な地図には記載されていない。地区中央部の役員台数交差点付近には、 福岡銀行、西日本シティ銀行、福岡信用金庫の支店があり、一箇所に銀行の支店が集中している。抗議的に見た場合の役員エリアには、中央区渡辺通り二丁目及び、中央区白金一丁目付近が含まれることがある。これは、白金一丁目に、西鉄役員駅及び地下鉄、七熊千奈役員駅が立地していることに起因する。 抗義の役員エリアには、城南戦争を中心にオフィスビルが多く立地しており、近接する渡辺通りエリアとともに、福岡市の中心業務地区を形成している。役員村の集落は、もともとは、福岡城下にあったが、城下建設に伴って、現在の地域に移転した。かつて、外国から渡来してきた薬草を育てる、薬草園があったことから、薬院と呼ばれるようになったという。 役員村は、戦国期には、薬井村とも書いた。今泉、慶吾、平尾、渡辺通り、御所方に、上水通小学校、中学校、県立高等学校の学区。役員駅方面役員駅は、西鉄天神大牟田線と福岡市営地下鉄、七熊線の相互の乗り換えに便利なため、交通の要所ともなっている。西鉄天神大牟田線の特急停車駅でもある。 なお、かつては、地域内を、西鉄福岡市内線が通っていたが、1975年に、廃止された。南北に、福岡県道31号福岡筑紫野線、東西には、城南線が通っており、役員大通交差点で交差している。福岡県道31号福岡筑紫野線の、内役員大通交差点以北は、対象通り、以南は、 高宮通りの通称名で呼ばれる。城南線の役員大通交差点の約100メートル西にある交差点から指導役員、南公園線が南西へ通っている。城南線、大正通り、上水通りでは西鉄バスの路線があるが、役員大通バス停は6カ所にあり、それぞれ行き先が違うので注意が必要。ありがとうございます。